三味線のお稽古にやる気が出ない場合の対処法。こんにちは、時和津三陽でございます。さあ、悩める生徒様からご質問が来ました。こんなお稽古をしなければいけないと分かってはいます。しないと間に合いそうもないというのも分かっています。でもなんだか気分が乗らなくてお稽古がはかどりません。どうしたらいいでしょうか。はい、リアルなお悩みですね。お気持ちはとてもよくわかります。そうですね、生徒さんの状況によってちょっとこれお返事が変わります。この生徒さんの場合でしたらですね、優しくお答えします。そうですね、これは生徒さんの置かれた立場によってだいぶお答えが変わります。はい、お弟子さんを持ってらっしゃる生徒さんには四の五の言わずにやってくださいと申し上げます。はい、もうそれで終わりです。で、そうじゃない、一般の生徒さんにはですね、やる気に左右されないでし始める仕組みにされたらどうでしょうかということをご提案したいと思います。三味線、やる気があった方が上達はもちろんするかなと思うんですけれども、やる気がなくてもお稽古されると上達します。やる気が今日はないなと思った場合でも、それはそれとしてとりあえず三味線を持つという習慣をつけてみてはいかがでしょうか。何でしょうね、本で見たか何かふわっと見ていた動画か何かで出てきたか、どちらかだったと思うんですけれども、人間はやる気が出たから行動するわけではなくって、やってるうちにやる気が出てくるんですって。なので手を実際に動かすというのは結構大事かなと思います。実際にですね、私もですね、今日はそんなにやる気がないなと思う日もあるんです。ただありますが、それはそれとして、まあ私の場合は仕事で三味線を持たなければいけないので、持ってるとやる気が出てきたりする時も結構あるんですね。ですので、やる気がないからだ、まあ、やらないではなくて、やる気がなくても、まあ、それはそれとしてとりあえず今日も三味線持っとこうかなと思って持ち始めてみるから始めてはいかがでしょうか。そんな風に考えてみると少し気が楽になるかなと思いますよ。お稽古がたくさん進みますように応援しております。三味線に役立つ情報は三味線メール通信からお受け取りいただけます。三味線これからます、これから三味線を始めたいなと思うあなたにも役立つ情報がたくさん書いてありますので、ぜひご購読くださいませ。それではまたお目にかかりましょう。